はい、皆さんこんにちは。郷原信夫の日本の権力を切るの時間がやってまいりました。毎回ホットな話題をですね、弁護士の郷原信夫さんに解説していただきます。お相手は私、山口和臣が務めます。よろしくお願いいたします。ということで郷原さん、はい、今日はもうあれ以外ないですね。はい、あれやりましょう。この問題です。ハッシュタグ検察庁改正法を、検察庁法改正案に抗議します。絶対に許容できない、はい、ということで、なんか470万リツイート、はい、いやもう600万600万600万超えたみたいですよ。はあ、ということで、まあネット上の、まあ、ネットデモっていうんですかね、ツイッターデモみたいなのが非常に盛り上がり、結構有名な方とか芸能人も、芸能人とか、まあ、作家とか、うん、まあ、文化人とかいろんな立場の人が、はい、この検察庁法改正はとんでもない、絶対許せないという運動に、うん、ツイッター上の運動に加わったと、ね、小泉京子さんとか、ちょっとね舌が真っ暗っちゃってキャリーパミュパムさんとかですよね。まあ、おそらくこのツイッターの歴史上も、うん、前代未聞の出来事じゃないですかね。だと思います。ういう、はい、まあ、今までね、あの例えば、なんだっけ、平和維持法とかですね、まあ、原発とかですね、いろいろその、まあ、政府 の, あの動きに対しても反対運動盛り上がりましたけど、本当に600万というような数字の人がツイッター上で反対を表明するって珍しいですよね。まあ、正確な数字はツイッター上なんで、一、うん、はいはい、まあ、人で何回もできる。そうですね、そうですね、はい、正確な数字は把握できないけども、おそらくですね、まあ、その加わってる人 の,、うん、その数、その著名人の数、はい、そして著名人それぞれがフォロワーをたくさん持っているとそうです、ね、いうことからすると、うん、実際に加わった人の数も相当な数いることは間違いないんですよ。この間のあれですよね、はい、あの安倍さんの35万リツイート、いいねどころじゃないですよね。もうそれどころじゃないです、ね、じゃないですよね、まあ、そういうことで、はい、今日はもう改めてね、まあ、郷原さんこの問題についていろんなところで発信、はい、情報発信してるんですけれども、まあ、問題の、ね、本質的なところをお伺いしたいんですけれども、はい、まずですね、こういうその著名人も含めて多くの人たちがこの検察庁法改正案に抗議しますっていう、うん、ハッシュタグをつけてツイートをしたと、はい、そういうそのことを考えた、うん、みんながそう思った、うん、それはなぜなのか、うん、みんなどういうふうに考えたのか、はいはいはい、これ割合ですね、うん、単純な話だろうと思うんですね、うん、要はその、まあ、国の基本原則である、うん、三権分立、はい、分立、分立、はい、分立、三つの権力、司法、立法、行政の3つがそれぞれ相互に牽制し合わないといけない、うん、権力が一つのところに集中してはいけない、はい、この原則ですね、もう学校で習いますよ、これが、うん、もう今回のこの検察庁法の改正が行われると踏みにじられるんじゃない、はいはい、一つのところに安倍内閣っていうところに権力が集中してしまうと、はいはいはい、ということの恐ろしさをみんな感じているわけです、うん、そうですね、うん、でしかもその袖を行ってきたのが安倍内閣だということ、うん、7年間続いた、そうですね、まさに安倍一強と言われる政治権力、うんうん、それがとうとうその司法まで支配下に収めようとしていると、うんうん、ということに対してそういうあのいろんな表現に携わっている人なんか特にですね、うんうん、なんか自由が奪われてしまうんじゃないか、そうですね、はいはい、というような危惧感を持ったと、うんうん、いうことが大きいんじゃないかと思うんですね、うん、あ、そうです、思います、ね、はいはい、まあ、じゃあその理解が正しいのかどうかということに対して、うんうんうん、なんかいろいろその素人が誤解してるとか、うん、そんな間違ってるんだということをいろいろ文句つけてる人ですよね、はいはい、全く私は結論としては正しいと思います、うんうん、その見方がですね、はいはい、見方は正しいんです、うん、これは三権分立の問題、うん、ただちょっとですねそこにその形式的な三権分立の問題かというとちょっと違うところ、はい、なぜかというと、検察というのは行政組織なんです、そうですね、はい、行政機関なんです、うん、法務省に属している行政機関です、うん、そういう意味では広い意味で内閣にもともと属しているわけです。なるほど、うんうん、
ですから司法そのものではない、うん、しかし日本の検察は控訴権、起訴する権限を独占しています、うん、犯罪事実が認められても起訴を猶予する、うん、不起訴にするという権限も持って、はい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 、そして起訴したら 99% 以上が有罪になります、うん、そうですね、うん、ということは検察の判断は事実上司法判断になります、うん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 、ということは検察を思うがままに動かせれば、うんうん、少なくとも刑事司法は支配下に収めることができるということに近いんです、はい、ですから日本のその検察制度っていうのはそれだけ絶大な権限を持ってる検察だから、うんうん、政権と、まあ、まあ内閣とやはりこう距離を置くべきだと、うん、はいはい、ということが、うん、事実上ずっと守られてきたんですね。なるほどね、うんうん、そういう検察を今回安倍政権は、うん、まず最初にやろうとしたことはその検察の幹部人事、うん、特に検事総長人事、検事総長という検察のトップの人事に直結するような検事長の定年延長を強行しようとした、閣議決定で認めようとした、そこが発端なんですよ、うん、そうですね、うん、これがいかに問題なのかということは以前もですね、はいはい、お話をしました、うんうん、検察庁法に検事総長は65歳、その他の検察官は63歳で退官するって書いてある、うんうん、これはその年齢を超えて検察官としての職務を行わせないという趣旨です、うんうんうん、検察庁法はそういうふうにして検察官が強大な権限を持ってるから、うん、もう一定の年齢で切ると、うん、その権限を持たせないということでバランスを取ってるわけですよ。ですからそういうその63歳を超えて、うん、勤務させるということは検察庁法違反、うん、だから違法な閣議決定です。なるほど、うん、ところがそれに対して強烈な批判があって国会でも問題にされたことに対して森法務大臣の答弁はもう混乱迷走を繰り返して、うん、全くその通りでした、ね、でたらめだった、説明になってなかったです、はい、で結局説明になってないんですよ、うん、明らかに、うん、国家公務員法上は除外されてる検察庁法のこの定年、うんうん、これを、うん、その除外されてるっていうことに気がつかないで、うん、それを国家公務員法の定年延長の対象にしようとした、これ全くデタラメなんですよ、うん、後でそれを取り繕っただけということですね、うん、で結局これはあまりにひどかった、うん、もうこのままだと違法な閣議決定をしたということがもう否定できないじゃないですか、うん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 、それで今回出てきたその検察庁法の改正というのはちょうどその閣議決定のことで大揉めに揉めてる頃、はい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 、急遽それまでから進められていた国家公務員法の改正に、うん、改正の中にその中に放り込まれたわけです。なるほど、国家公務員法の改正は別途進んでたわけですね。ずっと進んでたんです。そこに無理やり突っ込んだわけです。ひどい、国家公務員法の改正案の中に検察庁法のこれを改正する、こういうふうに改正する、こういうふうに改正すると、うん、それは国会の法律ですから、うん、理論上はできますよ、はいはいはい、しかしそんなやり方があるかと。いや、でしかも背景がめちゃくちゃです、経緯がめちゃくちゃです。そこにまず大問題があるわけです、うんうんうん、これが経緯の問題、うん、つまり違法なことを法律を変えて、そう、まあ、合法に見えるように、ね、まあ、国会だって認めてくれてるじゃないか、うん、あと国会は自民党のその安倍首相の言うことをそのまんま聞く人たちが多数占めてる、まあ、そういうことですね、当たり前ですよ、うんうん、通るのが、うんうん、それまさにその数の横暴、うん、安倍政権の傲慢、うん、そのものなんですよ、うん、これを認めてしまったら何でもありです。そうですね、うん、どんなその法律に反することでも閣議決定でやって、うんうん、で後でいや法律に反してんだったら、うん、じゃあ法律を変えようじゃないかと、うん、いうことが済んでしまう、うんうんうん、これがまずはまさに大問題です、うん、大問題です、それは確かに。そしてじゃあその結果、うん、そういうですね、その黒川検事長の定年延長と同じようなことを、うんうん、
検察庁法上もできるようにしようということなんですよ。要するに国家公務員法の、うん、改正っていうのは、うん、公務員に定年延長を導入して、うん、役職定年制っていうのを導入しようと、はいはい、まあ、一般の民間企業では普通にありますね、ですからもうその定年を超えて勤務はできるけど、うんうんうん、その代わりもあの重要ポストにはつけないよと、はい、そういうことで、給与も大幅にダウン、はい、そうですね、はい、というような制度を導入する、うんうんうん、でそれだけじゃないんですよ、うん、それに加えて、うん、もうその定年を迎える検事総長とか、うん、検事長のような、うん、もう検察の最高ポストの検察官を内閣が認めたら、はいはいはい、その特別に必要があると、うん、業務に著しい支障があるというふうに認めたら、うん、3年まで、うん、その定年を延長できる、勤務を延長できるという規定も合わせて取り入れようとしたわけです。今回初めて、今回つまり内閣の気に入られた人は定年が延長される、定年後も勤務できるとこれが大問題なんですよ。で、うん、なぜそれをわざわざ入れるかって言ったら、うん、役職定年にしたんじゃ、うん、黒川氏に対してやったことと全然違うじゃないですか。あ、そういうことですね。でも役職から降りないといけないわけ、はい、63歳で、ね、降りなきゃいけないわけですね。そうですね、そうなんですよ。黒川検事長にやったことと同じようなことができるようにしようって言うんですよ、うん、そういうことか。そういうことなんですよ。でこれをもし通しちゃったらどうなるかって言ったら、はいはい、その内閣がいろいろですね、その検事長に なる前の人とか、うん、その候補者の人の中から、うん、まあ、検事長を、うん、まあ誰にするかっていうことを実質上決めて、うんうん、はい、そしてその中で内閣にとって好ましい人物を延長してやる、うんうん、なるほど、うん、で内閣にとってあまり好ましくない人物はもう定年で辞めてもらう、うんうんうん、ということが可能になるんですよ、うん、なるほど、うん、で実際にそういうふうにするかどうかは別として、はい、たまにそういうことが行われたら、うん、検察の上の方ってですね、うん、最後まで出世できるかどうかは内閣のお心次第と、うんうん、いうことになりますね。いうことになるわけですよ。でそういうことになると、うん、もうとにかく長いものには巻かれろですよ、うん、長いものには巻かれないというのが私の主義なんですけど、はい、とにかくもうみんな検察官は長いものに巻かれてほしいということになってしまうんです、はいはいはい、それでそのそうであってもですよ、うん、まだその政権が自民党からまた民主党に変わったり、また自民党でこういうふうに政権交代を繰り返しているんだったら政治権力というのは集中しないんで、その時のまあ何年かの政権は思い通りにできるけども、政権がひっくり返ったらまたそういうわけにいかないんだから、あんまりじっと忖度できないですよね。ずっと一貫してこの人のために考えておけばいいということにならない。でも今回のような安倍政権のような強大な政権というものを前提にすると、うん、もうとにかくそれに逆らったら出世ができない、うん、そういうことになりますね。だから忖度してやる、うん、安倍政権の中の有力な閣僚とか、うん、有力な政治家の事件のネタをつかんでも、うん、やめとけ、うん、長いものには巻かれろと、うん、いうことをやっていく人が、うん、検察の中で出世をしていくということになってしまうんです、うん、いや絶対そうなりますね。ね、それ多分その法律ができてからすぐにはね、なんとなく雰囲気変わらないかもしれないですけども、それが5年経ち、10年経ち、20年経つと多分それが当たり前になってくるっていうね、多分そういう効果があると思います。これね、若干その問題はですね、ちょっと複雑微妙な面もあるんです、はいはい、というのは私はじゃあその検察の独立性、うん、政権から何も干渉を受けないで、うん、検察は検察で常に内部だけで全て判断すればいいんだと、うん、そう言ってるんじゃないんですよ、うんうんうん、私は逆に検察が閉鎖的でしかも全て組織内で決めれる、それによって独善に陥ってしまって暴走するということの問題を散々これまでも指摘してきました、うんうん、陸残海事件もそうだし、うんうんうん、まあいろんな事件があります、うん、積極方向に動く場合も、うん、やらない場合も、うん、両方検察の中だけで決めてしまって何にも説明しなくていいわけですから、うん、それは問題なんです、うん、そしてそういうふうに検察が、決めたことを、うん、で起訴した事件、うん、それがほとんど裁判所にそのまま認められてしまうということ自体は、うん、やはり問題だと思います、うん、
しかしその問題はその問題として検察の在り方を今後改めていかないといけないと思う、うんうん、本当にあの適切に適正に権限が行使されるみんなが良心に従って、うん仕事をする検察になっていかないといけないと思って、そうですね、うん、でも残念ながらそうじゃないんですよ、やっぱり検察には非常に危険な側面が、うん、そういう検察を今回の法案をもし通してしまったら、うん、内閣が丸ごと支配に収めてしまいかねない。なるほどね、うん、そういう意味でその政治権力が集中しているその内閣が、うんうん、刑事司法の権限が集中している検察を支配下に収める、うん、ああそういうことなんですね。めちゃめちゃ怖い話です、うん、こういうふうに考えると、うん、多くの芸能人の人たちとか、うん、そういう著名人の人たちがなんていうかなこう一つ噛んでこれはやばいと思った、うん、そうですね、肌感覚で分かったんでしょうね。正しいんですよ、うん、私は正しいと思います、うん、だからこれだけこの声は大きくなったんです、うん、絶対これを無駄にしてはいけない、うん、一つの日本の民主主義の歴史の中の重要な事象になったと思いますね、うん、本当そうですね、はい、いや今日ね郷原さんの説明聞いてさっきまで思ったのにもっとひどい話だなって本当にひどい話思いました、要するに、一般の公務員と同じように63歳役職定年だけを決めておくと黒川さんは平野検事に戻さなきゃいけないわけですよね。そう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 。でも今役職定年だと、ね、役職定年だったらでも今平野検事じゃなくて東京高検の検事長やってるわけですよね、そう辻褄合わせなきゃいけないわけですよね、そうなんです、そうなんです。それでそもそもなんでその検察に役職定年、検察官に役職定年なんか導入しないといけないのかと、うん、いうことが問題なんですよというのはこれねまたね私が言うことに対して私が言うのと全く反対の意見をよく言う人がいるんですよ、ね、はいはい、はい、どういうこと言うんですか。全然別々に、高橋陽一さんですよ。あ、はいはい、私もうすでにあのツイッターでいろいろ言ってますよ、うん、私それ引用して、うん昨日出したブログでは、うん、もうあのいかに高橋の言ってることがおかしいかということを書きました、うんうんうん、で高橋は何て言ってるかって言ったら国家公務員法の改正に反対するのかと、うん、あれはだって民主党政権も含めて十何年ずっとその今まで進めてきたことじゃないか、うん、国家公務員法はね、はい、国家公務員法のこと言ってるわけじゃないんですよ、うん、で高橋氏はこういうふうにも言ってるんですよ、うん、いや国家公務員法で定年庁を導入するんだったら、うん、役職定年を導入するんだったら、うん、検察官も同じようにやらないと不当な差別じゃないかと、うん、これ全く検察ってっていう組織も、はい、検察官っていう仕事も無視してあげるんですね、うん、なるほどね、うん、全然不当な差別なんて誰も思わないですよ、うんうん、そもそも検察官が63歳で役職定年希望しますか、うん、よく意味が分かりませんね、そんなものを今まで ね、ええ、偉そうにしてたね県議政県庁で偉そうにしてた人が、うん、その平検事以下、うん給料も大幅ダウンで仕事なんかするわけないじゃないですか、ね、ですよね。今までだったら、うん、この交渉人ポストに就くんですよ早く退職したら。ああ、はいはいはい、で、まあ、場所によるけども、まあ、2000万とかで、ね、男、うん、3000万とかっていうふうな収入がもらえるポストが、うんうんうん、それをみんな前提にしてやってるんですよ。ああ、はいはい、いやこれがいいことかどうか別ですよ、うんうん、また別の問題ですね。これはもっとその交渉人ポストっていうのは、うんうん、もっとその弁護士などにもね、うんうん文句を開くべきだ、はい、だと思いますよ、はいうん、でも事実上今までそういうふうにして、うん交渉人ポストが退職後の仕事だというふうに思ってやってきたから、うんうん、おそらくその検察の中から役職定年を導入してほしいなと思った人いないし、うん、いやそれはそうですよね。今回だって全然そんな話で出てきてないんですよ、うん、もう要は国家公務員法の改正に合わせて、はい、無理やりその後講釈のために検察官の定年延長の問題を織り込んだと、うんうん、それだけの話なんです、うん、結局、うんうんうん、全くの後講釈なんです、うん、ですから高橋の言ってる、うん国家公務員法の改正の問題じゃないかとか、うん、定年延長はやるのは当たり前だとか、うん、検察だけ除外するのはおかしいって全くおかしい、うんまあ、交渉人ポストのことを別にしても、うんそうですね、放送資格を持ってるわけですよ、うん、そういうことなんですね。定年後も、はいはい、弁護士としてちゃんと仕事をできるように、うん、ちゃんと自分の、うん能力を、はいうん
を高めておくのが当然であって、ね、はい、やはり一般の公務員とは全然違う、うん、なそう思います、ね、うん、まあ確かにその検事さんにね役職というのはでも初めて聞くよくそんなことを、まあ、おそらく検察の内部の人間も、うん、役職定年って言われて何それって言ってると思いますよ。ですよね、まあ、その根本にあるのがやっぱりその黒川さんの閣議決定を後付けで、まあ、合法なことにしようとしている動きであるってことはやっぱこうすごい大きな問題だし、それから郷原さんもおっしゃっていたようにその、まあ、事実上の司法権力を、まあ、内閣が握ってしまう可能性があるという、まあ、二重の意味で。そうなんです。非常に怖いですからやはりね、あの特捜検察は特に問題です、うん、なるほど。私はもう権力ヤクザと、うん、とも言ってきたようにあの、うん、ゴーン氏の実本の中でも書きました、はいはい、いかにその今の検察が危険なのか、うん、そのあり方が問題なのかということは書いてきました、うん、ただその権力ヤクザが、うん、権力ヤクザであるままで、うん、政治のヤクザ、うん、になるというね、もう嘘つきヤクザ、うん、この支配下に収まってしまう、うん、こんな恐ろしいことありますか。そうですね、うん、やっぱり絶対許してはいけない。わ、うん、かりました。もうなんかこの問題について無関心な人にもぜひね、いろんな人にこの話をしてほしいですよね、あの、まあ、600万だか700万だか分かりませんけれども、まあ、それだけ多くの人が、ツイートしてくれた問題でありますが、まだまだ知らない人がたくさんね、あの大まかに捉えてもらうのは、そうですね、もう今までの感覚で捉えてもらっていいんです、うん、やっぱり権力がちゃんと相互に牽制し合っていないといけない、集中してはいけない、そういう危険がある、だからこれ許せないんだ、まさにその通りです、うん、ということです、ね、ただもう少しそこをよく理解してもらいたい、うん、そうですね、その中身は先ほどからお話してきた通りなんです、うんうん、そうですね、あのぜひいろんな人に拡散してください、はい、郷原信夫の日本の権力を切る、今回はですねハッシュタグ検察庁法改正案に抗議しますでした。また次回。